はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は8月5日月曜日、時刻の方は11時20分です。ぴょぴょー、あれ顔どこ、顔どっち、顔どっち、ぴょぴょー。はい、そんなわけでね、たった今ね、到着いたしました。最短でね、注文しました。 iVideo のこちらでございます。はい、話題の IV501 極超大容量ね、900GB バージョンを注文しました。まあ、最初これね、トラップに引っかかっちゃって、期間限定セールなんですよね。2900円であったから、あ、チャンスだと思ってそっちを注文したらね、1日3ギガ制限っていうね、ざけんなよつってね。で、そっちをキャンセルして、こっちはね、注文し直しました。で、今回のね、この商品は iVideo のオリジナル商品ということでね、iVideo の、親会社というか、なんというか、本来の会社が、これを作っているというね、なんかの OEM というね、そんな噂もあるんだけども、一応、こういう商品です。それで、商品の特徴としては、ソフトバンクの 4G 回線を使うということでね、それでキャリアアグレーションでより高速なデータ通信が可能ということね。このキャリアアグレーションによって高速なデータ通信が可能というのがね、今回売りになっておりますね。どれぐらい早いんだろうね。本当、601とか、今802HW かな、そこら辺がね、998メガとかあるけどね。どれぐらい早いキャリアアグレーションなのかね。ちょっと期待するよね。で、待たずに使えるワンタッチ5秒起動とかね。なかなかいいよね。スマートフォンやタブレットでテレビが楽しめるっていうね。素晴らしいね。ほんとね。はい。そして、容量、本商品は900ギガのプランでございますってことでね。900ギガ使えるっていうね。たっぷりプランでございます。はい。皆さんのね、興味ね、ご希望ご要望に沿えるようにね、元気なおじいがね、これを検証したいと思います。よいしょ。はい。そしてね、iVideo なんでね、セット内容はこうなってます。で、このね、差出人のとこの iVideo をね、送るときにこっちに、くっつけて準備しておくと、後々ね、ややこしいことにはならないよっていうことでね。よいしょ。あらかじめね、ここ宛先はちゃんと iVideo のシールが貼ってありますね。で、今届いた差出がこれと同じもの貼ってあるからね、ここに貼れば、万が一何かあってもね、戻ってくることがないっていうね、確実に返却することができるっていうね、そんな感じです。よくのぞみ Wi-Fi なんかはね、こことここ両方自分の住所にしたのを、送ってくれたけどね。はい、そんなわけで、レターパックはいいとして、はい、国内の人に向けてはね、大体綺麗なバッグでやってきますね。海外から注文した場合と、バッグが足りなくなった時は、きったね、ボロボロの、うわ、なんでこれっていうようなね、そういうので届く場合があります。はい、比較的ね、新しいの使わなきゃおかしいよね、でもね。でも新しいわけじゃなさそうだね。近い振りしだね。はい、で、iVideoのね、ここにペラがあるけど、よいしょ。はい、この紙はね、専用のニューバージョンね、オリジナル IV501 ポケット Wi-Fi 専用のね、使い方のマニュアルとなっております。使い方がわからない方はね、これを見て使いましょう。はい、じゃあね、セット内容を確認したいと思います。でゃーん。はい、こんな感じ。まずね、これが本体なんだね。そうね、第1号で注文した割には、なんか汚ねえなーっていうのがね、普通どこのレンタル Wi-Fi 会社でも、あれなんだよね、新しいもの投入されて、ね、来た時って、本体ピカピカでね、シールも貼ったまんまとかね、綺麗なもんが届くんだけど、こんな汚ねえ状態で届くんだね。ちょっと、拭かねえと。ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ。バッチ。
あれないよよいしょ、ね、まあアイビデアでもこれ昔からなんだよね。まあ日本人は綺麗好きってのもあるかもしれないけど、ね、海外はねこう汚ねえのそのまんまだからね、メンテナンスしませんね。でお客さんから帰ってきたのをね買って手入れしたりとかチェックとかそういうのもそのまま右から左でねちゃんと使えるかどうかも検査しない、ただ充電だけしてそのままなんだよね。だからパスコードをかけてねお客さんに触らせないっていう、まあ、パスコードは海外の人はみんなね恋人の名前にしちゃうんだよね、パスワードをね、まあ、あんま綺麗にならねえけど、でもここがね、ここがねシールじゃない、これがねシールじゃなくてちゃんとねプリントされてます、ね、今まではさこういうアイビデオのねこのシールをこう貼ってあるだけだったんだけど、これはちゃんとアイビデオってねプリントしてある、うん、ね、まあオリジナルって感じするよね、確かにね、うん、はい、まず本体とそれから、ね、この充電のケーブル、これは、ね、残念ながらタイプ C じゃないね、タイプ B の USB のケーブルとなっております。はい、まあ、これは使いません。そしてね、まあ、コンセントですね。まあ、普通レンタル Wi-Fi っていうとね、このコンセントを、まあ、iVideo の場合はつけてくれるんだけど、まあ、つけてくれないところもあるからね、最近はね。うん、ケチなレンタル Wi-Fi はつけないからね、うん、はい、とりあえずセット内容としてはこんな感じです。はい、それじゃあね実際ちょっと電気があれかな、やっぱ電気ない方がいいかなね、ちょっと反射しちゃって見にくいもんね。電ここにやっぱ電気ないと見にくいね。おいしょね、ロジクールしかないからね。ここに、はい、ボタンが2つあります。あと他はね、ボタンらしいものはありまへん。USB はここに付けられるのかな。で、液晶がね、ないんだよね。ランプのお知らせしかありません。はい、そんなわけでね、ここボタンが2個あるんだけど、初めての機種なんでちょっとどっちのボタンがどっちかちょっと見てみるね。電源ボタンが上、電源ボタンが上で押し続けて5秒間も押し続けなきゃなんないの。うん、ボタンが 2つじゃないの。ここに2つあるんだけど、マニュアルには ここのボタンしか書いてない、電源スイッチって。だこっち側の、こっち側の下側のボタンは何に使うボタンなのか、全く書かれておりません。ボタンを5秒以上長押しで電源がオン、電源オフ。それしか書かれておりません。それで、まあ、完全、まあ、オリジナルなんだよね。で、まあ、バッテリーはね、バッテリーは、バッテリー、BATIV501 ってなってるね。3.8V、2700mAh ってことだよね。ちゃんと PSE マークがついておりますね。日本の国内で大丈夫。発売元がウェーブチンクテクノロジーってね、これがアイビデオの会社の本当の名前らしいです。これがね、はい、これがね、バッテリーとなっておりますね。まあ、だんだんね、長く使ってるとね、爆発するよね、膨らんでね。うん、で、アイビデオはね、ちゃんとダメだったら交換してくれるから。で、びっくりしたのが、これ日本語でちゃんと書いてあるんだね。だから日本の IBO に向けて出すことを想定してちゃんと作られてるということになります。それで、はい、
構造が面白いね、ダブルソケットになってます。はい、ダブルソケットになってます。フルサイズとあと、まあ、その横にもう一個、これなんだろう、何が入るんだろう、 SD カードだね。ほら SD カードって書いてあるね、説明書のところに。ほらね、へえ、珍しいね。 SD カード何に使うんだろうね。よいしょ。でこれはねフルサイズなんだけど、よいしょ、これん、あれこれどうやって入れるか分かんないや変にやってね、うん、これでもちょっと待って、これさ、うん、まず製造年月日が2019年の7月っていうことで、まだ製造して新しいってことだね。それでこの SIM なんだけど、これ明らかにソフトバンクの、あの900ギガの SIM フリーの SIM だよね。これ全く同じだね、これね、うん、はい、900GB 超極大容量で出してるね、あの SIM フリーの SIM ね、これをカットしないでフルサイズの状態で、ぶっ込んであります。これね、間違いないね。これそのまんま他どに入れたら SIM フリーで使いそうな感じがするんで、これね、これはもう間違いないでしょう。だから これがだからいわゆる SIM フリー機ってことになるんだろうね、きっとね。これね、あの外し方が分かればね、あの外して試してみるけど、あ、外す、これ単純なんだ、これこれ外すも何も、これただこっから入れ、嘘みたい、なんて古典的なの、ね、いいよ、はい、まあ普通のね、SIM フリーの SIM でございました。はいね、あのいろいろ機種専用のやつはね、銀色とかね、あのもう違うもんね、専用のやつは。これはもう明らかにあの SIM フリーね、プリペイド SIM みたいなもんだよね。ほら好きなように切り取って使うのと同じでございます。まあこれただこうしてあのピュッてこう入れるだけなんだね。なんて単純なんだこれなんて単純、これ逆にこれカバーがなくてもなどの状態のやつ、場所さえ合えばこのままちゃんと固定できるってことだね、これね、まあ、今度暇の時検証してみるはい、まあ中身はね、こんな感じになっております。よいしょ、上下大丈夫かな。はい、じゃあ早速ね、電源の方入れてみたいと思います。12345ってね、はい、そうしたらこれが今ウォーミングアップしてるんだね。いや色は綺麗だね、 LED が、うん、色はいいよ、なかなか。あれもういいのかな、あの2秒で起動って言ったもんね。いやこれはねよし、ちょっと電気消すけど、あーしっかりと映んない、わー残念だ。色綺麗なんだけど、この緑色がすごい見やすい。あの電波がね今4、バッテリーもフル状態で、これは何だろう、Wi-Fi のマークかな、こっちが電波かな、どっちだろう。で、まあ、メールもありますよってことかな。まあ、アプリでなんか設定できそうな感じがするね。まあ、とりあえず、ちょっと待って、SSID ってあれどこ、これかな、どっかにある、あるね。SSID が、IBIDEO005677 で、で、これが Wi-Fi キーだね、これね。じゃあ、これを入力したいと思います。
iPad。 はい、 iPad をね、フル充電にしたところです。この日のために備えて、で、あ、出庫できたね。出庫できました。iVideo がね、出庫でピョンってきたので、これを選んで、で、このパスワードの入力ね、ちょ待てよ、875-875-00434、875-00434、875-00434、なんだっけ、434で、ターン。これはいいね。最後の末尾アルファベットを使わないか。ああ、繋がった。速攻で繋がりましたね。はい、それじゃあね、キャリアアグレーションでね、めちゃめちゃ高速という売りでございますね。どれぐらいのキャリアアグレーションがね、威力発揮するのかね。はい、キャリアアグレーションの威力をとくとご覧あれ。キャリアアグレーションスタート。でーん、ててれってれー、うおー、すげー、キャリアグレーションですげー高速だ。うわ、めっちゃ速えー、すごい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 、おー、なんとダウンロード 3.98 メガも出たぜ。アップロードはYモバイルよりもね、絶好調でございます。うわー、これは配信者向きだ。おお、ダウンロードよりアップロードがね、はい、すごいぞ。キャリアアグレーションによってダウンロードが 3.98 メガ、アップロードが 4.28 となりました。さあ、まあ、安定性があるだろうからね、一発目は出ない時があるので、はい、2回目ファイナルアンサーでいきましょう。はい、キャリアアグレーションの威力を見よ。ドゥアー、うおー、ターボー、うおー、早いぞー、めっちゃ早いぞー、うおー、さすがキャリアアグレーション、 7.49 メガ出たよ。はい、アップロードもね、頑張っておりますね。はい、Y モバイルだとね、なかなか1メガ超えて出るのが少ないけどね、おー、それでもすごい頑張ったね。 2.64 メガとなっております。すごいね、さすが iVideo オリジナル機種ね。このやっぱね、伊達じゃない、びっくりした、おじいね、ね、待望の誕生、 iVideo 自社製品、キャリアアグレーションでより高速なデータ通信が可能ということで、いやー、確かにね、高速通信でおじいはね、びっくりしました。あ、めっちゃ快適です。すごくね。はい、3回目もね、びっくりしましょう。ドゥアー、うお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 ー、めっちゃ早いぜー。で、さすが、我らのiVideo。ね。うおー、アップロード今度すげえ気合入ってるね。はい、まあ、これはね、やはりソフトバンク会社にね、Y モバイルはすごく、なんていうの、アドバンスモードだとね、すごく波があるんだけど、まあ、安定してるよね、うん。で、この機種のいいところは、アップロードがちゃんと使えるレベルってことね、1メガ、2メガ以上は出るっていうことです。まあ、これがね、Y モバイルの機種だと、配信に向かないので、これはね、この機種は配信をする方、ね、ライブ配信とかね、そういうのをやる方、あと YouTube にね、動画をアップしたりする方は、あ、こういう機種を選んだ方が、まあ、いいだろうね。うん、で、ダウンロードとかね、そういうのを重視して使いたい人は、まあ、このキャリアアグレーションだと、まあ、ちょっとあれかな、思ったパフォーマンスは出てないと思う方が多いかもしれません。もしかしたらだけどね。そんなわけで、今ここにね、A3 があるので、
モナ Wi-Fi のこれはね、100ギガプランがモナシムね。さあここで一発モナシムちょっといいところ見せられるかな、うん、モナシム頑張れよ。しまって、今切り替えたけどね、これでもう 4G 切り替えたかな、今 Wi-Fi 切ったけど。さあモナシム頑張ってくれよモナシム頑張れよあれスタートしねえぞ、今やっぱ途中から Wi-Fi 切っちゃったからかな、接続できるかな。よっ頑張れ、おおいいぞ、モナシム頑張れ、モナシム頑張れ、アビドに負けた、頑張れモナシム、よしよし2桁いったぞね。はいね、あの同じシムでもねやっぱり違うんだね。アイビデオ3回やっても10超えなかったけどね。はい、おお、モナ Wi-Fi 頑張ってる。はい、出ました。モナシム100ギガプラン、ダウンロード 10.6、 アップロードが 14.0 ということでね、この差ですね。はい、この差が出ました。この差がね、アイビデオはダウンロードが 5.85 に対して、アイビデオね、アイビデオはモナシムね、10.6 で倍は出てるね。で、アップロードもアイビデオは 6.84 に対して、モナシムは14メガで、ね、約倍の速度が出ています。ということでね、やっぱり同じソフトバンク回線でもね、やっぱこんなに違うっていうことなんだね。うん、はい。まあ、そんなわけでね、まあ、何かの参考にしていただければなと思います。はい。まあ、今回はね、オープンボックスなので、ここまでとしたいと思います。ね、この情報が参考になったよって方がいたらね、グッドボタンを押してくれると、おじいもね、励みになります。ね、夏休みなんでね、ほんとね、とにかくいつもの常連様ね、このね、いいねボタンを押してくれるとね、ありがたいと思います。夏休みだからねー。はい、そんなわけで、ここまで。またね、バイバーイ。